はい、ではロックマン7続きいきたいと思います。スラッシュマン、このなんて言うんでしょう、スーパーサイヤ人みたいなやつ、こいついきましょう。うわ、かっこいい。そっちか。爪、ジュラシックジャングル、爪ですね。いやー、好みのタイプではある。はい、非常に好みのタイプではあります。ダンガー、ダンガー、うおー、ステゴサウルス、ステゴサウルス、デンジャーゾーン、ジュラシックジャングルでございます。よし、これもさ、正直スーパーロックマンの方が良さそうな気がする。危ねー。もうこの辺ね、気をつけましょうよ。マジでスーパーロックマン化していった方が絶対に後でもう後悔しないように。はい、後悔した。下おるな。え、下なんかあるとかないかな。ちょっと怖いっすね。一応ちょっと待ってください。見ておこうか。特に必要なものはなさそうですね。大丈夫そう。チカチやな。いや、これ正直これで効くんかなと思ったけど効かんわ。この強化された、え、なにこれ、え、なにこれ、乗るんか。乗るっぽいな。ちょっとロックバスターに戻します。あ、これはでも完全に装飾タイプ。怖っ、赤。いや、もう行くなら行くと言ってもらわないと、その突然動くのはなしなんで。ナイスワンプ。ちょっと待って、スーパーロックしていきます。アダプトつけていきましょう。これ大事よ、めちゃくちゃ。よし、ほら、もう絶対間に合わへんもん。危な、今のもう。よかった、つけててよかった。もう今のですよ、まさに今のです。危な。よし、絶対あかんもん、あんな。恐竜、うわ、やってもった。恐竜、乗ってるとき、なんかこう、バリア的なやつの方がいいっすよね。どれやったっけ？これか。これでいくか。うん。あかん！恐竜でボコ、恐竜で消えてしまう。そうか。いや、生きよるタイミングがね、すげえわかりにくいんですよ。こんな感じでばらまくか。大丈夫？落ちんなよ。落ちんなよ、マジで。よし、分かってた。そういうこと絶対やってくるから。カプコンのロックマン開発陣はそういうこと絶対やってくる。危な。もう分かってっから。よし。ん？ん？あっち行けるけど。っていう感じですけどね。ちょっと待てよ。なんかあるよな、絶対なんかあるよな。え、これ見に行った方がいいですね。マジか、マジか。うわ、はしごあるわ、はしごありますわ。どっちが正解。どっちが正解。これ怖いな。こっち帰ってくるだけのやつ、どっち行っても正解のやつ。え、そういうのやめてくれます？こっち行ったら大概いい感があるパターンなんですけどね。今やるよね。こっちさっきのつく、おらな。一緒やもんな。なんやねん。なんやねん。うーわ、これもう逃げていいんすよね。当たってるけど。うわ。うわ、うわ、あかんて。食らう。絶対食らう。いや。これ、ロックマン2のあの、なんか、ワイリーステージ1を思い出しますな。危な。いや、強い。怖。すごい、速くなってきた。壊れた。
やめてやめて、こ、何これ何これ、全然壊れへん。よし、ここに回復あったんやけど、うぅ、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待ってくれ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 、出すぎ、出すぎ、出すぎです。バーニングいった。これで燃やすって書いてあったんで、気を。だって燃やすね。元気がない。火の元気が全然ない。ちょっと待って、あいつと、どうにかして倒せへんかな。一網打尽にしたいんですけどね。これこそバリアか。これでいいか。いやーやややややよし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 、ここ稼ぎ場やな、真剣10代稼ぎ場です。おお、これ完全稼ぎ場です。あ、これ稼ぎ場やわ。いいねいいねいいね、よし、ちょっと待ってくださいよ。木々が茂っている場所はバーニングホイールで燃やせるって書いてあるんですが、いや、バーニングホイールね。あのね、飛ばすのめちゃくちゃむずい。何これ?あのね、どう説明したらいいんかな?なんかね、押してからタイムラグがすごくて、押してすぐ出ないんですよね。なんか、グーンって感じで、だから、頂点で出そうとしても、着地してから出てしまうっていうか、これで燃やすってめちゃめちゃむずいぞ。いやー、これむずいわ。あ、燃えた。あー、出た出た、これに乗るんでしょう。いや、めちゃくちゃ難しかった。合ってるかい?あー、捕まってる!ビーツ!ビーツ!おい、ビーツ!あれ?おい、ビーツ!ここか?これ、ど、おい、あ、ビーツ!どうやって助けるんだ、これは。ビーツはどうやって助けるんだ。うん、あ、来た!ビーツ!あれ?あ、ビーツ!あれ?ちょっと待って、ビーツは使えるのかい ?4 ビーツ!よくわからないんですけど、4ビーツ、あ、もうすでに4ビーツ持ってる状態で始まるのかな?っていうことなのかもしれないですね。今4ビーツあったんで、ビーツが。なるほど。で、あれなくなったらビーツ補充ができるんや。多分。ラボで。そういうことです。出てきたやつめちゃめちゃしょぼい。あ、回復したい。ちょっとアイテム無駄にしたくないんで回復しましょう。かなり面倒やな、こいつ倒すの。いいか。もう一個でかい回復取ったらもう行きたいぐらい。弱点武器使えるんで、フリーズが効くみたいなので、フリーズかバーニングが効くみたいなので、まあフリーズで。バーニングね、今撃って分かった。めちゃくちゃ使いにくい。ほんまに。ちょっとその、皆さんに見ていただいてる方に、この意味が伝わってるかどうかちょっと不明なんですけど、ほんまに使いにくい。よっぽど近づいてとか、よっぽど隙があるときに、しかも地面限定で当てる感じになってしまうんで、結構嫌かな。出まへんな。いや、もう回復させてよ。もうちょっと回復させて。すいません、本当に回復アイテム出ないんで。シールドでいくか。これいいな、これ結構気に入りました。うわ、強っ。あ、いった、食らってもた、もう
すいません、編集が上手だったらもうここでバスッとカットするんですが、逆に編集するとほら、なんていうかやり直してるんじゃないかとか、そういう懸念も出ちゃう可能性があるんで、あえてこうぶっ続け、完璧にぶっ続けでやってるよということもちょっとお見せしたいので、まあ、生放送ではないんですが、よりその、なんていうんですかね、リアルにやってるっていうことをちょっとお見せしたいので、できればそういう、不正じゃないですけど、不正に近いことはやりたくないので、これは正当な稼ぎですから、って言ってる間にワープ2個来ましたね。ワープ2個来たからもう行こっか。一気死んでもいいってことやね。いやもう私はせこいからね。そんなことではへこたれへん。へこたれへん。ちょ、でかいの出ろや。一個でかいの出ろ。もうそれで終わるんやから。いや、ワープ出たら、一気死んだらいいっていう、その考えが、私にはもう理解できないです。より、せこく、より、大胆に、繊細に、行こうと思ってます。もう一個チビが出たら行きます。いや、でも勝負、一気目でどうせ勝負かけるんで、できればデカが出てほしいです。亡くなり、もう死にそうだったら、いい感使うんでね。奇数の方を重視してます。どちらかというと。最終ワイリンとこ行くまでにはいいカウントか満タンにしていきたいですけどね。それはステージ戻れば、まあ、比較的優しいステージ行けば、貯めれるんで、ループできますから、ボスの、ボスがいないステージに戻ればいいだけの話なんで、こことかもまあ楽でしたけど、楽な代わりにここは E 感もなかったですからね。E 感が取りやすいところに戻ればいいですから。最初の、序盤で行ったところで E 感もあって、一気アップもあってみたいなところありましたよね。あの辺行けばいいと思いますわ。最初に行ったステージかな。あそこ楽でしたよね。いやもう回復、電話ちょっと喋ってたらマジで出へんな。ちょっと無言でやりますか。無言でやっても出えへんわ。もういい。いく。もういい。あと2卵。あと2卵割らせてください。あと1卵。もうこれでいく。はい、怒った。さあ、フリーズ。結局これだけ稼いだけど、出ず。本当に出にくいっす。うわー、そうか、こいつ早そう。この素早いやつ、ややな。凍りやがった。何これ何これ。うわー、なんか溜めとるよ。当たんねー、当たんねー、マジで。これね、これでこんだけ当たらへんかったらファイヤーなんか当たるわけないぞ。よし、まあ大体動きは分かった。相当素早いです。これはめられへんかな。せこいことばっかり考える。バーニング状態に敵突っ込んでくる。よし、上には当たらないですよね。よし、まあまあまあ、ダメージがでかいから楽です。バーニング、お、来ない。なんで、なんで来ない時があんの。理由がわからん。理由を言えよ。来るんかい、来るんかい。撃て、ちょっと、ちょっと、あー危なー。もう強い。ボスラッシュが、もう思いやられますね。ボスラッシュが思いやられる、このクソプレイですね。いいっす。はい、溜まった。とりあえず、こういった爪なんでしょうね。スラッシュクローはどんなものでも切れるんですね。そうなんですか。そうなんですか。そうじゃ。射程距離が短い分エネルギーが強力なのじゃ。まあ、こういうのは、こういう武器は大体強いと決まってますよね。ラスボスとかに唯一効くとかね。スラッシュクロー。色はジャングルっぽい、このバナナっぽいカラー。よいしょ。
じゃあまたショップ行こうか。ネジ結構溜まってます。今回は稼いだからネジ溜まってますから、もうここまで来たらノーコンテで行きたいんで、ノーコンって言ってももうこのシステムだったらノーコン当たり前ですけど、ちょっとノーコンにこだわろうと思うので、よーし、はい、あとこう、ノーコンで来てますよね。ちょっと一瞬不安になりましたけど、多分ギリギリ0期の時はあったけどコンテはしてないと思うんですが、2つぐらい補充して、よし、すいません、もし動画でコンテしてたらごめんなさい。コンテしたことを私なかったことに忘れております。自分は今濃厚な気持ちで言ってますので、はい、ということで、見ていただいてありがとうございました。次回はどこ行くかな、あとスプリングと、シェードマンなので、次スプリングですね、行きたいと思います。では見ていただいてありがとうございました。